ついに、あの新作がまた出てきてしまった。ペヤング食感極激辛焼きそば一味プラス。新しい激辛シリーズの登場だ。前回の極激辛ペヤングはギブアップしたけど、今日はいける気がするぞ。というわけでいただきます。もぐ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 。お。おごごごごごご。いった。痛い痛い痛い。辛いとかじゃなくて痛いレベルなんですけど。また証拠りもなく激辛食べて悶絶してるわね、たぬきさん。キツネさん、みずみず。辛すぎて息を吸うたびに痛いから。前回も残った激辛ペヤングをなんとか食べられるものに再調理してなんて言ってたのに、喉元すぎればなんとやら、いや、喉は通ってないわね。はあ、はあ、あれだけ鍛えてたのにこんなにあっさり負けるとは。それで最近、激辛料理ばっかり食べに行ってたのね。激辛料理は己との戦いなんだよ。食べきったら新しい扉が開かれる感じがするんだよね。まあ何を食べるか、食べ物の趣味嗜好は個人の自由だけど、激辛ばっかり食べてたら体を壊して早死にするかもしれないわよ。へ。というわけで今回は、激辛を食べ続けるとどうなるのかについて紹介していくわ。辛いものをひいひい言いながら汗をかきつつ食べる激辛料理。日本でも長年、一種の食文化として育ち、東京都内では激辛グルメを扱う店舗が年々増え、2018年から2021年の3年間でも約2倍に増えていることが分かっているわ。大人気じゃん。2021年、グルナビが行った20から60代、1200名を対象に行った激辛料理に関するレポートでは、回答者の508名、42.3% もの人たちが激辛グルメを好きだと回答し、コロナ流行前の2020年2月以前と比較して 13.4% もの人たちが食べる機会が増えたと回答したわ。 YouTuber さんとかも激辛系動画たくさんアップしてるもんね。激辛料理を食べる理由は単調な生活に刺激が欲しいからが 23.5%、 自炊の機会が増え味のバリエーションを増やしたかったからが 30.9%、 激辛料理を食べると気持ちがすっきりするからが 39.7% で最も多く、激辛グルメを食べることがストレス発散の手段にもつながっている様子がうかがえたわ。外出する機会が減ったのもあるのかな。そんな激辛グルメのブームは1980年代に始まったとされていて、1984年に小池屋から発売されたスナック菓子カラムーチョがブームの火付け役となり、1986年に激辛が新語・流行語大賞新語部門の銀賞に選ばれたのよ。カラムーチョがきっかけだったんだ。これが第一次激辛ブームと言われているわ。第二次激辛ブームは1990年代、タイ料理を中心とするアジア系の激辛グルメが流行し、その後、韓国ドラマを中心とする韓流ブームによって、韓国料理にも注目が集まるようになったわ。2000年代には、今では定番の激辛スナック菓子であるハバネロが、世界一辛い唐辛子として話題になり、ハバネロを使ったスナック菓子や料理が続々と登場したのよ。あの時はハバネロのインパクトですごかったけど、今だと辛いものがありすぎて普通の唐辛子ぐらいの印象になっちゃってるよね。この第3次激辛ブームによって消費者が求める辛さのレベルが格段に上がったんだけど、現在は第4次激辛ブーム真っ只中で、辛さを追求した唐辛子の新品種が生まれたり、山椒を代表するしびれ系激辛グルメの人気が高まったりと、辛さの種類も多様化しているのよ。激辛ブームは段階を踏んで今に至るんだね。過去動画の辛い食べ物の動画でも、世界中の辛い食べ物をランキングで紹介しているんだけど、近年はスコビル値という、唐辛子に含まれるカプサイシンという辛味物質の割合を測定した数値が注目を集めているわ。これは、1912年に辛さの味覚テストを考案した科学者、ウィルバー・スコビル氏の名前から取られているんだけど、スコビル値が1000の場合、砂糖水で1000倍に薄めて辛さが0になることを意味するわ。ふむふむ。例えば、ピザなどに振りかけるとアクセントになるタバスコは3万から5万スコビル。ペペロンチーノにも使われる鷹の爪は4万から5万スコビル。そして有名な激辛唐辛子のハバネロは25万から45万スコビルとなっているわ。こうして見るとハバネロは鷹の爪の5倍以上辛いんだね。その辛さに病みつきになり、毎日のように大量の激辛料理を食べてる人もいるんだけど、そんな生活を続けているとどうなるのか、ある女性の実体験を紹介していくわ。どうなっちゃうんだろう。2005年当時52歳だった女性の S さんは、カラオケスナックで歌を披露するのが毎晩の日課であり、その次の日も
いつものように朝の支度をしてコーヒーを飲もうとした次の瞬間、なんか違和感か。コーヒーが喉を通るとき、なぜか胸のあたりがしみるような感覚がしたわ。最初は胸焼けかと思ったものの、しばらくすればその違和感は次第に収まり、 S さんもちょっと体調が悪いだけじゃないかと思い、しばらくは深く考えなかったものの、その違和感も次第に強くなり、日常的に胸がチクチク痛み、食べ物が疲れたり食欲不振、体重の減少など、他にも激しい咳や血痰などの症状が現れ始めたわ。早く病院に行った方がいいんじゃ。そして後日 S さんが病院で精密検査したところ、食道がんと判明したのよ。コーヒーが染みただけでがんの予兆なの？食道がんとはその名の通り、口から胃までの食道の管にがんができる病気で、日本では毎年1万人程度が発症しており、特に進行が早いがんの一つと言われているわ。そんな食道がんの原因と言われるのは主に飲酒と喫煙と言われており、愛知県がんセンター調べによると、1日お酒を1合半、タバコ20本を30年間続けた人の食道がん発生率はどちらもやらない人のなんと33倍もあると言われているわ。 S さんの場合、アルコールやニコチンに加え辛いものが大好きだったこともあり、激辛料理などの刺激物や熱いものの大量摂取で食道の粘膜が傷つき、ただれていたわ。激辛って口だけじゃなくて内臓もダメージを受けるんだ。慶応義塾大学で外科学を専攻する北川教授によると、生活習慣が食道がんに影響を及ぼすのは、食道が食べたものに直接触れる器官だからと言えます。口から入った食べ物は、食道の筋肉が収縮することで胃へ送り込まれるため、アルコールやタバコ、熱いものや辛いものなどの刺激を受けると、食道の細胞の遺伝子が傷つきやすくなります。それで食道が何度も傷つくと、次第に修復しきれなくなり、がん細胞が発生する。多少のがん細胞であれば、通常は免疫の働きで排除されるものの、日常的にタバコ、お酒、そして辛いものを摂取する生活習慣を続けていると、がん細胞も多く発生するため、免疫の働きで排除しきれなくなり、塊となってがんを発症するのよ。体の回復が追いつかなくなるんだね。S さんもそんな生活習慣によって、食道にダメージが蓄積され、粘膜がただれてしまったものの、しみるような違和感、チクチクとした痛みは放置すると体が慣れてしまうため、初期の違和感で病院に行かなかったことで症状が進行。食べ物が使えた時点で食道がんはかなり進行し、病院で見てもらった時にはすでに末期。S さんは最終的に呼吸不全を起こし、帰らぬ人となってしまったわ。そんなリスクにつながるなんて。辛いものを食べることについて、内科医である工藤貴文先生によると。辛いものを食べすぎると、食道がんのリスクがあります。喉を通っていますし、腸管に傷がつくことも考えられるので、病気になる可能性はゼロではない。と、きっぱり明言しているわ。また、辛いものは食道がんだけでなく、胃がんのリスクも囁かれていて、辛いもので有名な韓国も、かつては胃がん大国としても知られていて、2002年の胃がん死亡率は、10万人あたり 42.8 人もあり、国が対策に乗り出したことで、2012年には 23.4 人まで減少したわ。カプサイシンが胃がんにどのようなリスクを与えるか調査したメキシコの論文によると、唐辛子のハラペーニョを1日9から25本食べている人と0から3本食べている人を比較すると、1日9から25本食べている人の方が胃がん発症率が高くなるというデータがあるのよ。唐辛子9から25本も食べてたら何かしらの病気になるのでは？他にも塩分、熱いものなどの刺激物を食べることもリスクになると言われているわ。そもそもテレビや雑誌では、美味しい激辛料理に対して、辛味とか辛うまいなんて表現をするけど、辛味というのは味覚ではなく痛みの一種だから、刺激物として身体にダメージを与えてしまうわ。舌で辛さを味わっているんじゃなかったの？唐辛子などの香辛料に含まれるカプサイシンは、舌の痛覚神経を刺激して、辛さや痛みを感じさせる成分のこと。舌で感じている辛味というのは、痛覚が刺激されることで得る痛みのことなのよ。だから超激辛にチャレンジしてる YouTuber さんとかも痛いって悶絶してるんだ。そういうこと。痛いものをあえて摂取するなんて、人間は変な生き物だけど。海外では2016年、アメリカで47歳の男性がフードコンテストに出場した際、とてつもなく辛い唐辛子、ブートジョロキアのピューレが塗られたバーガーを口にしたところ、
突然嘔吐して胸とお腹の痛みを訴えて緊急治療室に搬送されることに。医師が緊急手術して確認したところ、男性は突発性食道破裂を起こしており、ブートジョロキアの絡みで体が拒否反応を起こして激しい嘔吐をした際に食道に一気に圧がかかり破裂してしまったのよ。うわぁ。男性は一命を取り留めたものの、こうしたリスクにもつながるわけね。美味しいのもあるけど、なんでそんな危険なものを人間はバクバク食べてるの？それには大きく分けて2つの理由があるわ。まず1つ目はアドレナリン分泌による興奮状態。スポーツしている時や何かに熱中すると心拍数や血圧が上昇してアドレナリンが分泌されるんだけど、これは辛いものを食べている時にも分泌されているため、食事中は常に興奮状態。その状態が落ち着くと再び脳がアドレナリンを出したいと求めるようになり、アドレナリンを放出する方法イコール辛いものを食べると結びついて、また辛いものを求めるわ。そして2つ目はエンドルフィン分泌による爽快感。エンドルフィンとは気分の高揚や幸福感が得られる神経伝達物質で、脳内麻薬と呼ばれているわ。辛いものを食べることによりエンドルフィンが分泌されるんだけど、マラソンのランナーズハイと同じような現象になり、快感を得られるため脳がその時の気持ちよさを忘れられず、辛いものを繰り返し食べたくなると考えられているわ。完全に脳みそが辛いものに支配されてる。このように辛いものを食べると脳が刺激され、心拍数や血圧が急上昇するため心臓に負担がかかるから、心臓が弱い人は食べないでくださいと注意書きされるのよ。そう書かれているのは脅しじゃなくてちゃんと理由があったんだね。こんなにリスクがあるならもう辛いもの食べるの怖くなってきたよ。ここまで激辛の食べ物はがんのリスクが上がるとか恐ろしいデータを紹介してきたんだけど、適量であれば健康にも良いと言われているわ。具体的には例えば血行促進、冷え性改善、脂肪分解、疲労回復など、唐辛子に含まれるカプサイシンを摂取することで汗をかいたりアドレナリンが分泌されることで運動後のような効果が現れて発汗作用が高まり新陳代謝をアップする効果が期待できたり、体が熱くなることで血行が促進され血流が良くなり冷え性改善にもなるわ。また2019年に公開された唐辛子の摂取量と死亡率の関係を調べたイタリアの研究では、週に少なくとも4回以上唐辛子を食べていた人は死亡リスクが 23% 低下することが判明したわ。え、食べ過ぎたらがんのリスクが上がるんじゃ？それは1日あたり1度に多量摂取したケースの場合ね。人種問わず適度な量を定期的に摂取する分にはむしろ健康に良いとされていて、約48万人の中国人を対象にした2015年の研究では、唐辛子を週に6から7回食べている人は週1回の人よりも死亡率が 14% 低い結果が出ていて、約1万6000人のアメリカ人を対象にした2017年の研究では、唐辛子を食べる習慣のある人はそうでない人に比べて死亡率が 13% 低い結果が出ている。過度に摂りすぎれば体に害が出るけど適度であれば健康にいい、それが唐辛子なのよ。バランスが難しいな。研究チームはなぜ唐辛子カプサイシンが健康増進につながっているのか調査中で、一説では激辛料理が体重減少につながり肥満を防止して健康改善に貢献していると思われるものの、調査対象者の中には激辛料理の食べ過ぎで体重が増えている人もいたことから、具体的な理由は謎に包まれているわ。個人的には美味しく食べられる程度の辛いものを適度に食べるのはいいと思うけど、辛さだけを追求したような痛いレベルの激辛料理を食べるのは内臓にも悪いから避けた方がいいわね。この痛いレベルのペヤングは危険なのでは？唐辛子が辛味成分のカプサイシンを獲得したのは種を食べられないようにするためと考えられていて、多くの動物たちが嫌がる辛さで反撃することで遠ざけているわ。中には人間とカツパイのようにその辛さに抗う動物もいるんだけど、辛いものを食べてもほとんど影響を受けない動物がいるって知っているかしら？え、唐辛子が効かない動物？その動物とはズバリ鳥類よ。鳥類は唐辛子に含まれるカプサイシンからダメージを受ける受容体がないため辛さを感じなかったり感じにくいと言われているわ。受容体って一体何なの？受容体とは外界からの刺激を受け取る構造のことで、例えるなら辛味成分がボールであれば受容体はグローブのようなもの。グローブがなければボールは拾われずスルーされ影響を及ぼさないという感じね。それじゃあ
辛いものを感じる人間はカプサイシンを受け取る受容体があるんだね。ええ、あの小さな鳥が辛いものが平気と言われてもピンとこないかもしれないけど、驚くことに唐辛子入りの鳥の餌も存在するのよ。え、それが原因で鳥さん死んじゃうんじゃないの？実際に黒瀬ペットフードさんが出しているマニアシリーズの原材料を見ると、最後の方に唐辛子と記載されていることがわかるわ。ま、マジじゃん。公式ホームページにもこれについて説明があり、配合される唐辛子にはカプサイシンやカロテン、ビタミンなど豊富な栄養が含まれます。初めて見るときは驚くかもしれませんが、小鳥たちは辛味成分を感じにくく、自然界では唐辛子を好んで食べており、欧米などでは古くから唐辛子を配合したご飯があるほどです。インコ類の中には個体差はございますが、唐辛子を好んで食べる子もいます。また唐辛子に含まれる辛味成分カプサイシンは新陳代謝を促進し、体温を高める、免疫力を上げる、食欲を増進させるなどの作用が期待されることから配合に使用しております。辛味は舌の味覚細胞で感じるわけではなく、痛み、痛点で感じます。小鳥は特に痛点が少なく、痛みには鈍い生き物とされており、このため唐辛子の辛さを感じにくいとされています。好きで食べる子もいるほどとは。ちなみに受容体がないとはっきり分かっているのはカプサイシンのみよ。間違っても鳥にわさびやからしなど他の辛味成分が含まれるものはあげないようにしてね。はい。でも今の話を聞いて疑問に思ったんだけど、カラスよけとしてカプサイシン配合のゴミ袋とか売られてるよね。ああいうのがあるってことは鳥も辛さを感じるんじゃ。あれは全くカラスに効果ないわよ。え、嘘の商品ってこと？かつてはカラス対策としてカプサイシン配合を謳ったゴミ袋も存在したと思うけど、現在はネズミや猫に漁られないような効果としてカプサイシンを配合しているわ。カラスに効果があるのは中身が見られないよう真っ黒だったり黄色だったり、視覚的に遮る効果のある色付きのゴミ袋がカラス対策として有効だと言われているわ。哺乳類と鳥類だと全然体の仕組みが違うんだな。一説では種を丸飲みして糞として遠くに運んでくれる鳥たちは唐辛子にとってもありがたかったため、種を噛み砕く哺乳類には辛味として遠ざけ、鳥類には効かないように進化したと言われているわ。それなのにバクバク食べてる人間っていろいろおかしいのでは？今回のまとめはこんな感じ。激辛は味覚の一つではなく痛みとして内臓や粘膜を傷つけることがあり、激辛料理を食べ過ぎると食道がんや胃がんなど食べ物に触れる部分のがんリスクを高める危険も、美味しさを感じられる辛い食べ物を適度に食べる程度であれば健康増進効果はあるわ。何事もほどほどが大事と。去年に比べて激辛料理を食べる機会が知らず知らず増えている人や、胃の調子が、体の調子がという人は食べる機会を減らして体を休ませてあげること、辛いものを食べるときは事前に牛乳やヨーグルト、ラッシーなどを飲んだりして辛さを和らげて負担を減らすことも大事ね。でもこの残った激辛ペヤング食べきれないな。食べきれない激辛ペヤングを攻略するちょい足し食材もあるのよ。マヨネーズ、ごまドレッシング、オリーブオイルがあるんだけど、これを全部投入して残りは責任を持ってタヌキさんに食べてもらおうかしら。あ、ちゃんと時間をかけてゆっくり食べておきます。